お父さん、お父さん。はい。どうして、どうしていなくなっちゃったの。どうしてって、みんな私を置いていなくなった。私がこれまで一人でどういう思いで生きてきたか。何なの。楽しそうだよね。真面目にやりなさいよ。やってるよ。ふざけるな。だって笑っちゃうじゃんこんなの。あなた、クビ。入ってください。あ、はい。今日の報酬です。どうぞ。私が指定した通りに家族を演じてください。皆さんはお互いに名前を教え合ったり、プライベートで接触したりしないように。私が割り振った役と名前で私が指定した通りに演じてもらえたらいいので。犬って書いてあります。 CM か。犬なんですか。嫌だったら封筒返して。いや、僕はお金とかは別にあれなんですけど。嫌な人は報酬返して帰っていいよ。みんな自己紹介してください。お父さん。あ、はい。あ、父親の友人です。これ僕やるんですか。母のともみです。え、マジ。長男のたかしです。ふざけないで。はい、すいません。犬のポチです。少女の悩みです。あなたは何。見てます。これはみんなで家族っぽい会話するって。では始めます。用意。はい。今日はいい天気ですよね。そうだっけ。やっぱこういう天気だと気持ちいいですね。お母さんでしょ。今日はいい天気ですわね。あ、お布団干したくなっちゃうわ。わざとらしい。あ、こういう天気だとポチもお散歩に出たくなっちゃうんじゃない。そうですね、散歩大好きです。ポチは犬でしょ。犬は喋らないよね。ワンワンワン。そうね。なんて言ってるのかな。さっきから一言も話してないけど。お母さん、この犬、公園に捨てられてたの。え？犬！ワン！お母さん、この犬、飼っていい？お母さん…声が小さい！この犬…いいわよ、飼ってもいいわよ。ワン！ワン！うるさい！やる気がないなら帰りなさいよ。ちょっと落ち着きましょうよ。ちょっと、なんでこれポッチのこともできないの。何しに来たの。真面目にやりなさいよ。落ち着いて。はい。え？嘘でしょ。その方が本物っぽいでしょ。いや、まあね。あ、お父さん。はい。今晩おかず何にしましょうか。ご飯。ご飯。あ、ご飯。お母さん。え？頭ずれてるよ。こうね。こう。オッケー。ナミは何か食べたいものあるか。ナミ。あ、すいません。
七海は何か食べたいものあるか。じゃあ、ああそうそうだね。あ、ポチは何か好きなものあるの？ワンブリの照り焼き、ワンワンワン。犬はドッグフードだろ。おい、焼肉しようよ。お父さん怒れよ。え、そうなの？全然ダメ。もっと楽しそうにしてよと言われても。家族って楽しいものでしょ。特にあなた、何なの？すみません、頑張りますので。ええ、はい。なんでずっとガム噛んでるの？好きだから。そんなこと聞いてんじゃないわよ。態度がふざけてるって言ってるの。ちょっと私、幼い頃に母親が蒸発しちゃって、父もほとんど面倒見てくれなくて、楽しい家庭ってわからないんです。でもここでそういう家庭の温かさみたいなものを感じたいって思って、だから頑張りますので。そんなこと聞いてないでしょ。はい、語らないでくれる？すみません。でもみんな何か思うところがあったからこういうの参加してるんじゃないんですか？俺は何も。あ、そう。お金が欲しかっただけ。勝手に話すな。ちょっと待って。七海さんって。何よ。だよね、七海さんってあなたのことですよね。自分で本人役やってみたらいいんじゃないかな。嫌です。自分の家族に対する思いみたいなものがあって、今回あなたはこうやってみんな集め。勝手に話すなって言ってるでしょ。ちょっとだけやってみたら。嫌です。お父さん、お父さん。はい。私がこれまで一人でどういう思いで生きてきたか。あなた、クビ。まあいいけどさ。出て行って。ちょっとそれは。出て行って。いいんだけどね、別に。教分のお金もらえたし。でもなんなのこれ、おかしくね？楽しい？ワンワン、似合ってるよ。今日は終わり。みんな帰ってください。あの、はい。あなたはどうして来たんですか？妻と娘を交通事故で、ちょうどあなたぐらいの娘でした。最後喧嘩別れしたみたいになっちゃって、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか、もっとこうしとけばよかったとか、後悔ばかりです。そう。はじめまして、太田と言います。待たなくていいです。今日の報酬です。投げちゃうんだ。そういえば、この間宝くじ買っちゃってさ。あら、そうなの？当たったら何しましょう？みんな、ただいま！長男のたかしだよ。セリフ間違えました。普通にやって。ちょっとオーバーすぎました。役者やってもんで。自然に。そういう方針ですね。じゃあ次はナチュラルな方向で。あ、七海は何をしたい？みんなただいま、長男のたかしだよ。クビ。出て行って。クビ。長男はみんないなくなっちゃうね。そうよ、お兄ちゃんは出て行ったわよ。お母さん殴って家の金持って。七海ちゃんの本当のお兄さんのことを。楽しい家族を演じてればいいだけなのに、
これじゃ実際と変わらないじゃない。楽しい家族やりましょう。僕犬ですけど、こうしてると家族の一員になれたような、そんな気がするんです。たとえごっこでも自分には家族がいるんだって、そういう気持ちになれるんです。お金じゃないんです。この場にいられて感謝します。お金じゃないの？はい。じゃあこれまでの報酬全部返して。すいません、使っちゃいました。首。ななみ、学校楽しい？うん、楽しい。楽しい。まさか彼氏とかできたりしてないだろうな。ない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 。そうなの？ちゃんと紹介してよ。見てあげるから。ねえお父さん。そうだぞ。でもあれだぞ。変な男だったら父さん許さないからな。お父さん怖いわね。あ、今度旅行行きたい。旅行。あ、旅行？うん。温泉。温泉は？温泉まんじゅう食べたいし、卓球もしたいし、射的もやりたいし。楽しそうだね。頑張ってやらせてもらってます。私そんなに笑顔で話したことないな。ななみさんの理想の家族ってこんな感じなんじゃないですか。温かくて笑顔が溢れていて。いや、それはあんまりなんじゃないかな。私のどこがダメでしたか。頑張って直しますから。私家出したんだ。だからななみは出て行って。そんな彼女一番頑張ってたんだよ。お疲れ様でした。私家族いないんです。帰るところないんです。帰るところ。特別にボーナスあげるから、もう二度と来ないでね。さよなら。できたら意地もありますしね。ああ。僕1年前に母を亡くしてまして、女手一つで育ててくれたんです。母はどんな気持ちで僕のこと見てたのかななんて考えながらお母さん役やってたら愛着出てきちゃって。みんなそれぞれ抱えてるものがあったんですね。ごめん。え？ほんとごめん。何が？交通事故。あれ、嘘なんです。本当は嫁と娘出てって、今は嫁の実家にいる。あの空気の中で本当のこと言えなくなっちゃって、話持っちゃった。だいぶ盛りましたね。うん、娘さんたち生きててよかったです。もう終わりにします。理想の家族になれなかったから。バカですよね。そんなものお金で雇って見つかるはずないのに。よかったらななみちゃんの話聞かせてよ。大した話じゃないです。家出して6年ぶりに帰ってきたら両親が首吊ってたんです。楽しい思い出なんて一つもなかった。
拾って帰ったんだけど捨てさせられた。せっかくだからご飯でも食べながら話しませんか。そうだよ、そうしよう。ね、わかりました。でも今日はこれから用事があるんで、明日またこのくらいの時間に来てください。こんにちは。こんにちは。どうします。邪魔します。なんだよ、そんな必要ないだろう。バカ野郎、バカ野郎、家族になれたのに、なれたかもしれないのに、こんなのって何なんだよ。嘘だったりして、行ってみろ、行ってみろ、本当の気持ち言ってみろ。辛いです。寂しいです。家族が恋しいです。